3月19日、羽曳野市の近鉄古市駅前に大阪羽曳野観光局が開局、そのオープニングセレモニーが開催されました。文化の向上に帰することを設立目的としております。大阪羽曳野観光局は、羽曳野市を中心とする地域の観光振興と地域経済の活性化などを目的に去年9月に設立されました。近鉄古市駅前にオープンした羽曳野ビジターセンターでは、世界遺産などの観光案内やワインなどの特産品の販売を行っています。この日、セレモニーの会場となった古市駅東広場では、地元の人気店が飲食ブースを出店。ワインや梅酒、ハムなどの特産品をはじめ、人気の羽曳野バーガーやベーグルなどで来場者をもてなしました。大阪府域、広域的な目線で見れば、南河内地域のやはり連携というのはこれも必須でございますし、南河内の持つ本当に素晴らしい歴史遺産、そしてまた文化、そしてまた素晴らしい今産業、こういったことをもっともっと連携すれば、この地域はより輝く地域になるというふうに思っておりましたので、民間の皆様のお力をお借りしながら連携を図れるようなところを期待するところであります。この羽曳野観光局はですね、単に旅行者を、に来ていただくというだけではなくって、観光を通じて、地域産業の、発展であるとかですね、人的交流を促してですね、よく関係人口という言い方をするんですけども、定住未満、観光以上ということで、地域の方々と深いつながりを持って、やっぱり羽曳野で何か事業を起こしたいとか、羽曳野に来た方をおもてなししたいっていうような方がまだまだたくさんいらっしゃると思いますので、このビジターセンターを拠点にしっかりとですね、そういう皆さんをサポートして、これから新しい羽曳野の観光っていうものを作り上げていきたいと思っております。